海と日本。今回は日本さばける塾 in 香川に参加します。この取り組みは自分たちの手で魚をさばく体験を通して魚の魅力や命に触れ海の大切さと感謝の気持ちを感じてもらうためのもので、今回は6組の親子が参加し実際にアジとサゴシをさばきました。入れて、お先で引く。ちょっと硬いからね。さあ、切れました。どうでしょう ?3 枚におろせました。難しいところと楽しいところが奥が深いなと思って、魚って、包丁の持ち方一つにしても、あと力の入れ方、なんかすごい勉強になります。おー、難しかったけど思ってたより綺麗にできたの嬉しかったです。そしてさばいた魚を使って料理にも挑戦。今回はアジの三杯とサワラの押し抜き寿司を作りました。皆さん料理にも満足の様子。この体験を通して魚について楽しく学ぶことができたようです。最後にこれからも魚に触れてもらおうと参加者にさばけるライセンスが授与されました。お魚をさばくことでお魚を好きになってもらって、あと海とか自然のこともね、考えてもらえるようになったら嬉しいなと思ってます。お魚上手にさばけましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。